的な監禁生活。起きたか。あれ、ここは、あなた誰ですか。覚えてないか。昨日の夜お前をさらった。俺はお前のことをよく知っているぞ、本田光。どうして僕の名前を。お前が勤めている会社の内部情報、正確にはサイバーウイルスについての情報を聞きたいという依頼があってな。そのウイルスお前が作ってるんだろう。俺はお前からその情報を聞き出すのが仕事だ。何ですかそれ、知りません。ま、最初はみんなそういうものだけど、最後には必ず吐く。俺がお前の体に効くからな。意味わかるだろう。そんな。ちなみにここの防音設備は完璧だ。助けを呼んでも泣き叫んでも外には聞こえない。大声を出しても意味はないぞ。試しに泣いてみるか。本当ですか。じゃあ失礼して。やっほー。は、やまびこ。あ、本当だ。なんか音が吸収されてる感じしますね。へえ、すごいな。じゃあここでドラムとかも叩けますね。あ、アフレコもできるんじゃないですか。いい加減にしろよ。え、いいか、俺はこの仕事のプロだ。今まで何人もの人間をさらって拷問してきた。バックには政府がついてる。俺はどんなことをしても捕まらない。どうだ、今自分がどういう状況か分かったか。あ、その前にいいですか。いい加減にしろっていうのは僕をってことですか。あ、僕20代だし、僕的には今一番いい加減なんですよね。違うわ、いい加減にしろって言ったんだよ。いい加減にしろとは言ってないんだよ。だからいい加減にしろってことですよね。もういい。てか俺が言うのもなんだけど、お前大丈夫か。はい、大丈夫です、大丈夫です。この後は特に予定ないです。いや、時間じゃなくて。会社も有給でなんとかします。あ、ちょっと僕のスマホいいですか。有給の申請するんで。そういうことか。え、そうやって外に助けを求めるつもりだな。悪いが、お前のスマホは誘拐した場所に捨ててきた。 GPS で追跡されないようにな。え、それは困ります。決済はほとんどあのスマホだったんで帰れなくなります。帰れないって言ってるだろうが、話がずっと進まないんだよ。それに30万円以上課金したゲームも入ってます。それはあれだろう、あの別の携帯で ID とかでもう一回入り直せるだろう。 ID 覚えてないです。メモもしてないし。しとけよ、30万円も課金したんだから。大切な思い出の写真もたくさん入ってます。友達との青春の思い出の写真、家族と旅行に行った時の写真、そして何より亡くなったおばあちゃんと一緒に撮った最後の写真。バックアップは。え、バックアップ、クラウドとかにバックアップ取ってないのか。はい。なんでだよ、そんな大切なものならバックアップ取っとけよ。あれ、どこ行くんですか。お前のスマホを拾ってくるんだよ。お前のスマホだ。これで情報を吐く気になったか。はい。でもちょっとスマホをチェックしていいですか。使わせるわけないだろう。でももしかしたら家族から連絡が来てるかも。ちゃんと返事しないと誘拐されたことがバレちゃいます。なんでお前はそんな誘拐に対して真摯に向き合ってんだよ。珍しすぎて対処しきれてないんだよこっちは。監禁さんも見ていいですからね。監禁さんってまさか俺のことが。いいから、ほら早く。誰かからメッセージ来てますか。うん、いや誰も。え、一人も。僕連絡つかなくなってからかれこれ24時間以上は経ってますよ。でもいつもメッセージ来てないな。そんな、後藤からもですか。あいつ親友なんです。来てないな。それにその後藤ってやつの最後のメッセージ、1ヶ月前にやっぱやめとかってメッセージが来てるだけだけど、本当に親友か。そんな、じゃあ
こうしましょう。監禁さん、僕と親友になってください。そしたら情報を何でも言います。は？親友って何でも言い合う仲でしょ？だから僕と親友になってくれれば何でも話します。はあ、ああ、まあそれで情報を言うなら親友になってやるよ。だから情報を吐け。やだな、監禁さんのせっかち。まだ僕たちが親友になって数秒しか経ってないのに。まずはお互いを知ることでしょ。じゃあ僕自己紹介しますね。はーい、会員番号002番、ハッカー星出身。動画の中からみんなの心にラブウイルスをお届け。目標はハニートラップになることです。ちょっぴり天然な正統派プログラマー、ヒカリンこと本田ヒカルです。みんな一緒にファイヤーウォール。あー、止まれ止まれ止まれ。やっぱり親友になるのはなしだ。あまりにきつい。え、そうなんですか？でももう一緒に住んでるし、僕のスマホも見てますよね。それってもう親友ですよね。え、あ、もしかして人との関係において線引きがちょっと あれな人なのかな。監禁さん、あのちょっと失礼なこと聞きますけど、人とずれてるって言われます？お前だよ、ずれてんのは。お前どうかな。だって僕は監禁さんがウォシュレット使う派か使わない派かもまだ分かってないんですよ。分からなくていいんだよ。そんなの親友でも知らないんだよ。だったら監禁さんにとって僕はどういう存在ですか？いい加減にしろよ。いいか、お前は俺の獲物だ。つまりお前はこれから俺に痛めつけられる。どんなに泣き叫んでも助けは来ない。絶望の中で苦しみ続けるんだよ。確かに僕ウォシュレットついてないとお腹痛くなっちゃって苦しみ続けるかもしれないです。ちなみにここのお家のトイレにウォシュレットはついてるよ。行ってこい。はあ、すっきりした。あ、トイレありがとうございました。ああ、手錠自分でつけといたんで。なんでつけてるんだよ。逃げようとしろよ。まあいい、お前が話すとイラつくからな。この猿靴輪をはめてもらう。ああ、了解です。あの、ちなみにトモキさんって。ちょっと待て、なんで俺の名前を知ってるんだ。え、ああ、さっきトイレ行った時トモキさんの目を盗んで別の部屋の引き出しをピッキングして中の通帳を見ちゃいました。引き出しピッキングするくらいなら逃げる努力をしろよ。努力って苦手で、悟り世代なんで。いや、命がかかってんだからその時くらいは悟るのやめてもいいんじゃないか。というかお金かなり持ってますね。僕あんまりお金とか興味ないんですけどね。あ、一応確認なんですけど、持ってる通帳ってあれだけですか？車何乗ってます？時計のコレクションとかありますか？他に不動産とかは、株とかも持ってたりしますか？めちゃくちゃ金に興味あるじゃねえか。でもまあこれで分かっただろ。俺はこの仕事でかなり儲けている。プロ中のプロだ。さっさと情報を吐け。ウイルスをどうやって作った？どういう目的で使うつもりだ？データはどこにある？早く行った方がいい。そうしないと俺に痛めつけられ、拷問されながら一生を終えていくことになるぞ。はあ、これでやっと会社辞められる。はい？いや、辞めるきっかけなくて。ほら、僕って気が弱くてなかなか自分の意見を言い出せないタイプじゃないですか。いや、知らねえし、そしてそうは思えねえ。でも監禁されてて会社行けないので辞めさせてくださいって言えばさすがに辞めさせてもらえるでしょ。いや、逆に良かったですよ、監禁してもらって。お前価値観大丈夫か？俺が言うのもなんだけどやべえぞ。あ、プラス思考とは言われます。プラス思考？これはプラス思考と言っていいのか？ちなみにトモキさんって生命保険入ってますか？あ、生命保険入っといた方がいいですよ。トモキさんがもし急な事故とか病気で亡くなった時に大切な人にお金が残った方がいいでしょ。例えば僕とか。は？だって僕はこの家で一生を終えていくんですよね。もうそれ僕の面倒を一生見てくれるってことですよね。いや、あのな、
俺に痛めつけられ拷問されながら一生を終えていくんだって言ったんだよ。痛めつけられるとか拷問とかのパワーワードをどうしてそうもスルーできるんだよ。プラス思考なんで。世界中のプラス思考の人に謝れ。プラス思考ってそういうことじゃねえんだよ。とにかく生命保険見繕っておいたんで。いつの間に見繕った。行動力が素晴らしいな。このプランとかどうですか。もし智樹さんが死んだら僕に1億円入ります。なんなんだお前、怖え。この状況で俺の方が命の危険を感じるっていう不思議体験だわ。どうだ、そろそろお前が会社で作っているサイバーウイルスについて吐く気になったか。いえ、本当に知らないんですよ。そもそも僕の会社って変なやつばっかりですよ。そんなサイバーウイルス作れるような頭のいい人いないです。お前より変なやつがいるわけないだろう。例えばこんな人いました。おい、どういう家庭環境で育ったらそんな人の話を聞かない人間になれるんだ。ふっ、どうした。なんだ、この資料が取れない。ふっ、かわいいやつだな。取ってやる。おっと、無理するな、危ないぞ子猫ちゃん。ふっ、アニメのイケメンキャラに憧れて演じたくなってる扱いにくい人をするな。ふって言い過ぎだ。常に目の前にろうそくでもあるのか。周りにいません、こういう人。いねえよ。いたとしてもいじってやるだよ。いつか我に帰った時めちゃくちゃ後悔するやつだから。それこういう人もいました。はう、今日も残業なのです、疲れるのです。あれれ、ともきさんいらっしゃったのですか。あわわわわわ、今のは聞かなかったことにしてほしいのです。ふにゅー。アニメの見すぎでそのキャラを演じたくなってる扱いにくい人、女の子バージョンしてんじゃねえよ。ふにゅーってなんだよ。人体から自然には出ない音なんだよ。あとこういう人もいました。ああもういい。あーだれ、てかお前地元ここだったよな。あ、じゃあ俺の噂とか聞いたことあるんじゃね。疾風の暴れ馬とかいうクソダセえあだ名ついてんだけど、あれ俺。え、聞いたことない。そっか、てか俺普通に四股とかしてっからさ。女の揉め事とか。中学生くらいの時のヒエラルキーが上だったからって今でもそれを引きずってる地元にずっと残ってる人をするな。いるでしょ。いるけど、これはいるけど、自分でももう気づいてるだろう。自分が胃の中の蛙だって。もうやめろよ、認めて楽になれよ。これからまた成功すればいいだろう。それからこういう人もいますね。ああ、もうやめろって。トモキ、どうした。え、資料ミスった？何？見せてみ。あ、本当だ。お前マジでさ、もう勘弁してよ。まあいいや、私に任せて。なんとかするわ。一個貸しね。今度ランチ連れてってもらう。あ、いる！そういう姉御肌な先輩、マジで頼りになるけど。あとは、はじめまして。今日から新入社員として配属になりました。よろしくお願いします。先輩、あ、噛んじゃった。恥ずかしい。もうやだな。みんなには秘密にしといてくださいね。ああ、いる。そして普通に可愛い。こっちに来て、この台に乗れ。え、あの…もうお前のバカには付き合っていられない。少し痛い思いをすれば情報を話す気になるだろう。そうですか、ついに始めるんですね。わかりました。それならその前に一つお願いいいですか。なんだ。そうだな、両親に遺言を伝えてやらないこともないね。お前の小指付きで。お風呂いいですか。え、なんて。お風呂です。だって僕これから GM されちゃうんですよね。なんだよ GM って。あ、GOUMON、
傲慢です。略してポップにしてんじゃねえ。だからほらね、なんだねって察してじゃねえんだよ。気持ち悪いな、入れるわけないだろ。え、なんでですか、初めてなんですから。せめてお風呂入らせてくださいよ。デリカシーないな。お前にデリカシーとは言われたくないよ。いいから早くこの台に乗れ。嫌です、お風呂入らせてください。バブーが入ったお風呂に入らせてください。入浴剤を赤ちゃんみたいに言うな。それが無理ならナイトプール連れてってください。あ、なんでハードル上げた。しかもハードルの上がり方が尋常じゃないぞ。銭湯とかならまだわかるけれども。あー、まあじゃあ銭湯でもいいです。何妥協したみたいになってんだよ。どこも連れて行かねえよ。てかこの部屋から出さねえよ。わかりました、じゃあ白状します。何をだよ。僕実は初めてなんです。何がだよ。初めてなんです、拷問、拷問童貞なんです。こんな恥ずかしいこと言わせないでください。恥ずかしくねえよ、ほとんどの人間がそうだよ。だから本当は先に夜景の見える綺麗なレストランとかでシャンパンを飲んだ後、この後いいかなとか言われながら、見せられたカードキーにドキドキしつつ最上階でいたしたいのに、全部妥協してトモキさんの家の風呂で我慢するって言ってるんですよ。こっちはお湯入れてくるから入れ。うわー、すごいなこれ。のお前いつ戻ってきた。ああ、お風呂ありがとうございました。手錠つけたかったんですけど、なくて。どこにありますか。なんでお前は手錠つけることにそんな積極的なんだよ。ここだよ、つけてやるから手を出せ。なんか人からつけてもらうって新鮮でちょっと照れますね。気持ち悪いな。手錠は普通人からつけてもらうんだよ。というか入浴剤ヒノキとか古風ですよね。本当はバラとかが良かったですが、まあいいでしょう、合格。何に合格したんだよ。そういえばこれ何ですか、すごいですね。人の話を聞け。ああ、これはあれだ、ここに足をかけて逆さずりにする。まあ大丈夫だ、すぐに自分の体で試すことになる。うわー、マジですか。あ、でも僕バンジーしたことあるんで多分大丈夫だと思います。あれよりは怖くないでしょ。なんでその比較対象。言っとくけどバンジーよりこっちの方がよっぽど苦しいからな。え、なんでそんなことわかるんですか。そんなの人それぞれでしょ。てかそもそもトモキさんはバンジーしたことあるんですか。いや、ないけど。じゃあなんでこっちの方が苦しいってわかるんですか。言っときますけどバンジーめちゃくちゃ怖いですからね。僕バンジー飛ぶところに行くまではものすごく生きてて、バンジーとか余裕すぎとか言ってたのに、いざ飛ぶ瞬間になったら青ざめて10分くらいごねてましたからね。あの時のインストラクターの方ごめんなさい。めちゃくちゃダサいやつだろそれ。いや、でも飛んだことを評価してくださいよ。飛べなかった友達もいるんですから。てかトモキさんも一回飛んどいた方がいいですよ。は？いや、本当に人生観変わりますから。やったよ。てかそういうこと言うやつよくいるけど、なんで高いところから飛んだだけで人生観が変わるんだろうな。あ、もしかして高いところ怖いですか。高所恐怖症とか。まあ別に高いところに行く必要がないからな。お前何笑ってんだ。いや、その言い訳、高所恐怖症の人から100回くらい聞いたなって思っちゃって。お前やったな。え、何がですか。ついに俺のことをバカにしたな。そんな、めっそうもない。それだよそれ、もうそれが俺のことバカにしてんだよ。まあうすうすは感づいてたけどな。もういいわ、手加減しないわ、とっとと始めるぞ。わあ、それは斬新ですね。自分の高所恐怖症をごまかすために人を拷問するって。ごまかすためじゃねえんだよ、情報を聞き出すためにするんだよ。じゃあこうしません、バンジー飛ぶ前にこの逆さ吊りの機械でリハーサルしとくのは。だからバンジーは死ねっつってんだろうが。じゃあ究極ですよ、バンジーとこの機械に少し逆さ吊りならどっちがいいですか。
そりゃあこれだろ。よし、じゃあまずこれから始めましょう。まずは手錠外してください。僕手伝いますから。わかった。ってなるわけねえだろ。いや、暑いですね、ともきさん。そうだな。そういえばそういう拷問があるのは知ってるか。へえ、どんなのですか。炎天下で裸のまま動けないように貼り付けておく。やがて肌は焼けて脱水症状になっていくんだ。どうなるかお前に試してみるか。そんなの調べた方が早いですよ。ね、ちょっと待てちょっと待て、なんでお前スマホ使えてんの。ここ電波届かないように遮断してるんだけど。ああ、ですよね。だから不便だなと思って上の階のルーターから配線ちょっといじってこっちに持ってきちゃいました。ほら、僕って一応 IT 系の会社員じゃないですか。だから結構こういうの得意で。あ、でも別にそんなお金とかは大丈夫なんで、ともきさんのためですから。いや、こっちが金もらいたいわ。この部屋はあえてそうしてたの。この部屋に連れてこられたやつが外に連絡取れないように。え、ちょっと待ってください。僕以外にも監禁関係の人がいるってことですか。監禁関係ってなんだよ。まあそれが仕事だからな。え、ちょっと待ってください、聞いてないんですけど。何をだよ。いや、ともきさんがそれを仕事にしてるのは知ってますけど、本命は僕ですよね。それは大丈夫ですよね。本命とかねえよ。いやいや、そういうくだりいいんで。みんなのことが大好きとか言っても裏ではお気に入りいたり本命いたりするのは分かってるんで。でもそれが仕事ですもんね。僕もそういうのは理解するよう日々努めてます。だけどプライベートで監禁してるのは僕だけですよね。だからプライベートで監禁とかねえんだよ、仕事なんだから。え、僕ちょっとこれガチで泣きそうです。今までもっと泣くところあっただろ。じゃあここの他に別邸があるってことですか。僕以外の監禁関係の人を囲ってる場所があるってことですか。いや、今はお前だけだよ。ああ、今は僕だけなんだ。ああ、そういうことか。過去にね、過去にこういうことしてたってだけか。ああ、びっくりした。あ、なら大丈夫です。焦った。いや、もうこの暑い中配線までしてあなたに尽くした自分がバカみたいに思いましたよ。お前今ホストの本カノの立ち位置で発言してないか。そんなことないですよ。だってともきさんはホストじゃないでしょ。だってほら、もうお互い大人なんですから。お前のことを監禁する、これからよろしくな、一生大切にするからとか最初から言わないじゃないですか。なんとなくそうなってなんとなく関係続く感じになるじゃないですか。だからちょっと不安で。でもよかったです。過去のことは僕詮索しないんで、今僕だけなら。ああ、違うな、これあれだな、普通の付き合ってるカップルの立ち位置で発言してるな。でもあれですよ、浮気したらそれこそ炎天下に貼り付けにしますよ。なんでお前にそんなことされなきゃいけねえんだよ。まあね、でもそれはバランスだから。まあ一番は夢を見させてあげるってことかな。それは相手の夢でも自分の夢でもいいんだけど、可能性からの会話をするのが大切だと思うよ。ん？おい。ああ、ごめん、ともきさんが帰ってきた。じゃ頑張ってね。お前誰と電話してんの。ああ、紐志望の友達が紐になるコツを教えてくれって連絡してきて、僕なりの考えをレクチャーしてました。え、お前誰かの紐だったの。だったというか、現在進行形で、僕って紐みたいなものじゃないですか。今更だけど、お前と俺って話してる言語合ってるよな。だって、ともきさん、僕今、ともきさんの家に転がり込んでるでしょ？僕は仕事も辞めて、僕の生活費はともきさんが出してくれてるでしょ？辞めたのは知らない。でも生活費、出してるか？そりゃまあそうだな。ね？ね？じゃねえんだよ！
しかも僕って何の努力もなしにある日突然紐になれたじゃないですか。普通紐って紐になるまでが本当に大変なんですけど、僕の場合道歩いてて寝て目を覚ましたら紐になってたじゃないですか。まあそうだな、俺が気絶させて連れてきたからな。だからもう僕、友達から紐界の眠り姫って呼ばれてて、伝説的な存在なんですよね。お前友達ごと様子がおかしいな。そもそもこういう状況を何とかしようという気持ちがお前にはないのか。そこなんですよ、ともきさん。僕のいいところは。え、何？今のどこ？どこなんだよ。お前のいいところなんて海に落としたコンタクトくらい見当たらないわ。いや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 、あります。僕のいいところは、おかしな向上心がないところなんですよ。は？僕ないでしょ？向上心。向上心がないこと、これは紐には必須条件なんです。まあまあそうだな。まずお前は紐じゃない。お前は俺に誘拐された被害者だぞ。はい。だから僕は、その被害者としての向上心もないんですよ。被害者としての向上心ってなんだよ。むしろあれだろ、被害者から紐になろうとしてる時点で向上心と野心がもう尋常じゃないんだよ。そうですか。なんかそう言われると自信出てきます。ありがとうございます。褒めてねえんだよな。あとこれ以上自信持たないでもらっていいですか。でもそんな僕でも実は紐としてやっぱりちょっと不十分な部分があるんです。こんなに話が通じないのお前と怒り狂ってるもんぺくらいだぞ。それは貢いでもらってないところです。あ、いや、生活必需品はいただいてますよ。でも紐って普通は高価なものとか貢いでもらえるじゃないですか。はあ、僕を完璧な紐にするために、ともきさん協力してくださいよ。手始めにこの時計を僕に買ってくれませんか。この時計なら流行りとか関係なしに人気があるし転売しやすいんですよ。紐としての向上心は本当にすごい。お前が欲しいものを言え。え？最近気づいたんだが、お前は無知より飴が効きそうだ。お前が欲しいものを何でもやるから情報を吐け。本当ですか？嬉しいです。欲しいものは何だ？欲しいものは友紀さんとの生活です。は？だからこの生活をずっと続けることが僕の欲しいものです。この世で唯一やれないものだ。それなら情報はあげられないな。お前、俺がどれだけ譲歩してるかちゃんと理解しろよ。この際どんな高いものでもいいって言ってるんだぞ。車とかどうだ？欲しくないか？高級車を買ってやる。高級車なんか欲しくないです。なんでだよ。だってもらったとしてその車がその後壊れたら修理代とかはどうするんですか？それは僕が出さないといけないでしょ。僕にそんな経済能力があると思いますか？逆に。それに僕、高級車もらうより高級車の助手席に座って寝てたい派なんです。もし家をもらっても同じです。それを維持する能力がなければもらっても意味ないですよ。逆に。じゃあ現金でどうだ？現金ならいいだろ。ダメです。現金もらったら借金返さないといけないです。逆に。え、お前借金あるの？もちろんありますよ。僕を何だと思ってるんですか？逆に。ああ、この後に及んでまともだと思ってた俺が悪かったわ。ごめん。とりあえず聞くが、なんで借金なんかできたんだ？もちろんギャンブルですよ。他に何かありますか？逆に。イラつくな。なんだその逆にって。さっきから逆にがすげえ来てすげえイラつくんだよ。なんで今更そのフレーズにハマってんだよ、逆に。っていうかすごくないですか？何が？いや僕ね、本当にギャンブルやめたくてもやめられなかったんですよ。どうしても。ほとんどギャンブル依存症みたいなものだったんです。は？でもここでともきさんと生活し始めてから、あら不思議、ギャンブルに行きたくなくなったんです。なんで俺の家を更生施設代わりにしてんの？ということで外の世界に出ても僕に何のメリットもないんですよ。わかりますか、ともきさん、僕のロジック。わかりたくもないけどな。わかったってことですね。では僕のこの生活を確実に続けられるように養子縁組の書類にサインしてください。ともきさんが僕の養子として入るでいいですか？嫌だよ。せめて俺の養子に入れ。
わかりました。しょうがないですね。じゃあここにサインしてください。そうすれば僕が養子側です。これでいいですか？ああ。たっぷな！絶対するか！ここで智樹さんが…そうか、そんなに痛いか。かわいそうに。こんなに泣いて、情報を吐けば楽になるぞ。で、僕が…何をされたって僕は言わない。会社を裏切ることはできないんだ。ああ、でもこれはちょっとありきたりかな。お前何してんの？ああ、これですか？今ネットにあげる小説を書いてます。え？もう、え？なんで？だって僕って結構貴重な体験してるじゃないですか。監禁されるなんて。なんで、それを小説にしたら売れるかなって。それに。お前正気か！そんなことさせるわけないだろ！まあ待ってください。読むだけでも読んでみてください。結構現実に基づいて忠実に作ってるので、ノンフィクションなんで。貸せ！今まで感じたことのない衝撃と痛みに僕は体をくねらせた。無知は初めてかとその男は目を細めて微笑んだ。ああもうこれ間違ってる間違ってるわ。なんだかんだ俺お前に拷問してないもん。いやーでもこういう描写があった方がビュー数が稼げるらしいんですよ。あ、この第3章からおすすめです。ああ、朦朧とした意識の中で焼けつくような痛みだけが鮮明だ。かろうじて息をしていると口元に何か冷たいものが当たった。クエ、その声にただただ機械のように口を開け、みずみずしい甘いそれはサンシャインマスカット。そのサンシャインマスカットは、サンシャインマスカットって言葉がめちゃくちゃ浮いてないか。僕サンシャインマスカットめちゃくちゃ好きなんですよ。もう名前がいいですよね。輝いちゃってるんですもん。サンによって輝いちゃってるもん。もう値段が高いのでそんな気軽に買えないんですが、ちゃんとした描写にしたくて。お前俺にそのサンシャインマスカット買わせようとしてるだろ。絶対買わねえからな。お願いしますよ。あんなにお金持ってるんですから、サンシャインマスカットくらい余裕で買えるでしょ。お願いしますよ、お願いしますよ。ふざけんな。そもそもこのサンシャインマスカットの描写そんなに重要とも思えないんだけどな。例えばこの第一章、僕はその日サンシャインマスカット、上司に呼び出されていたサンシャインマスカット、僕が作ったプログラムに問題がサンシャインマスカットあったらしいの。サンシャインマスカット彼女は僕と同姓同名でサンシャインマスカット、優秀なプログラマーだがサンシャインマスカット、仕事は何をしているかいまいち謎だサンシャインマスカットって、サブリミナル効果を文章で狙おうと試みてるやつ初めて見たわ。あれというかちょっと待てよ、お前これ実話か？同姓同名の上司がいるって。はい、ここは本当です。で、その上司は優秀だけどどんな仕事をしてるかわからないって。はい、この上司はもともとハッカーで、かなりの値段で会社に雇われてるんですけど、いつも特別な部屋に入っちゃって何してるかわかんないんですよね。なんかウイルスがどうこうって話してるのは聞いたことあるんですが。あ、俺誘拐するやつ間違えてるわ。ちょっと、どうしたんですか？手錠を外して。誘拐するやつを間違えてた。お前に用はない。出て行け。そんな一方的に追い出すなんて。大体、家具とか土地とか貯金とか、あなたが全部持っていくなんてさせないですよ！なんでだよ。俺の家具だし、俺の土地だし、俺の貯金だよ。はぁ？事実婚って知らないんですか？実際に婚姻届を出していなくても長期にわたり共同生活を営んでいる場合には、事実婚として認められる僕にもあなたの財産の一部をもらえる権利が発生します！誘拐されたのに誘拐犯の財産の一部持っていこうとするとか、転んでもただでは起きないのプロフェッショナルか。それに僕があなたにかけた生命保険のこともあるし。は？いつの間に俺に生命保険かけたんだ。あじゃねえんだよ。当事者に秘密で生命保険かけてるなんて、もうそいつを殺そうとしてるやつがすることなんだよ。わかりました、わかりました。一旦落ち着きましょうね。話し合いで解決しましょう。まず僕のどこがいけなかったんですか？嫌なところがあったから僕との同棲を解消したいんですよね。同棲じゃねえよ。まあ悪いところというか、お前が俺のターゲットじゃなかったところがそもそもの間違いというか。え？何ですかそれ。それは僕の責任ではないですよね。まあな。
はあ？じゃあ僕には何の落ち度もないのに一方的にこの家を追い出すって言うんですか？それはひどいんじゃないですか？万が一裁判になっても絶対僕が勝ちますよ。何出るとこ出ようとしてるんだよ。僕だって気に入ってるものたくさんあるんですよ。例えば鞭を編み込んで作った大量のバッグ。俺の拷問道具を何勝手におしゃれアイテムに変えてんの？ハイブランドのボッカの財布みたいじゃないですか。今フリマアプリで売ろうとしてるんですよ。あとはこの鉄の処女も見てください。僕ほらずっと監禁されて太っちゃったんで、中の槍針みたいなの全部切り落としてサウナにしました。中でアロマも焚いたりできるんで長く入っていられます。は？お前何やってんだよ。これ高かったんだけど。え、いくらでしたか？昔特注で作らせたから数百万だよ。でも今はマニアもいるし市場価格は上がってるだろうな。え、それなら高く売れましたね。本当にすみませんでした。そこじゃねえんだよな、反省するところは。本当に金のことしか頭にねえな、お前は。でもこういう問題もどうせ解消しなければ起きないんですよ。財産分与なんて面倒なことしたくないでしょ。ね、ね。いや、だから僕に特別嫌なところもないんですよね。だったらほら早く監禁してください。手錠をつけ直して、ほら早く手錠して監禁して。あのな、お前の嫌なところは気持ち悪いところなんだよ。おい、マジでさっさと出て行けよ。出ないとお前も巻き込まれるぞ。何にですか？失敗した俺を組織は生かしておかない。じきに組織は俺がターゲットを間違えたことに気づく。そしたらどうすると思う？俺をこの世から抹殺して何もなかったことにするだろう。俺が生きたことさえもな。え、そんな、じゃあ。ああ、最後にはバラバラにされて埋められるか魚の餌だ。そんな、そんなのってないです。だって生命保険はかけた人の死亡が確認されないとお金が下りないんですよ。真面目な話してんだよ。どんだけ俺の死亡保険が欲しいんだよ。この動画は生命保険啓蒙動画か？わかりました。こうなったら僕がそのウイルスの情報を持ってきます。は？元社員の僕が会社に入ってウイルスの情報を持ってくれば智樹さんは助かりますよね。そうだけど、ここで智樹さんを死なせるわけにはいきません。僕の1億円がかかってます。お前俺に1億円も生命保険かけてるの？てかそもそも1億円の前に俺の命がかかってるんだけどな。それにしても今さら会社に戻れるのか。もう随分お前出社してないけど。はい、大丈夫です。僕遅刻欠席は当たり前、無断欠席もよくさせてもらってます。え、なんだその言い方。お前絶対会社の上司から嫌われてるだろ。そんなことないですよ。とにかく僕がマイクをつけて会社に忍び込みます。それでウイルス自体もしくはその情報を USB かなんかに入れて持って帰ってくればいいんですよね。そうだけど別にマイクはつけなくていいぞ。なんでですか？つけて監視とかしないと僕が逃げるかもしれないでしょ。いやだからもう逃げていいって。そもそもお前が情報を持ってこれるかも不安だし、逆にお前とつながってる方が怖いわ。嫌ですよ。お互いどこにいるかちゃんと分かってないと。ほら、智樹さんはこのマイクをつけて僕に指示を出すこともあるかもしれませんよ。ちょっと待って、引っかかる言葉が。お互いどこにいるか分かってないとって言ったか？はい、言いました。俺がどこにいるかもお前は分かるってことか、このマイクをつけると。当然でしょう。言っときますけど、今や危険が迫ってるのは僕じゃなくて智樹さんなんですよ。この GPS 付きのマイクをつけてください。僕は常に智樹さんの居場所を確認しているので。ついに立場が逆転した。着きましたよ、智樹さん。入りますね。おう、真面目にやれよ。はい。あ、あかり、久しぶり、元気だった？僕は元気だった。
てか、彼氏とあの後どうなったの？僕それ結構気にしてて。え？別れたの？マジで？あ、まあまあまあ、ぶっちゃけ僕はそれでよかったと思うよ。おい、恋バナを始めるな。だってほら、あいつあかりが前付き合ってたカラフルウナギくらいヤバかったから。いや、マジマジ、客観的に見てマジは？それよりもあいつとはより戻せないの？ほら、前の前の、ああ、そうそう、追い焚きロマンチスト。元彼に癖のあるあだ名をつけるな。そっか、ダメか。え、僕？あのね、僕は最近マジで当たり引いた。小声の意味全部聞こえてんだよ。マジマジ、これ切った逆玉って感じ？いや、合コンじゃないよ。道で僕がバッタリって感じで知り合った。え、顔？顔的にはね、そうだな、前職場にいた節約マリネいたじゃん。同僚にもめちゃくちゃ癖のあるあだ名つけてるな。まあそいつを人に立ちさせてイチゴトッピングしましたみたいな顔してるんだけど。なんだそれ、どういった顔？全く想像できないわ。え、いいのか悪いのか？あ、そうそう、僕のタイプではないよね。でもまあ別に一般的には悪くないでしょ。それで想像できちゃう明かりもすごいな。でも持ってんのよ、これを。これを盛りたくさん。見えないがどういうポーズしてるのか容易に想像がつく。あ、これこれ、ともきさんが持ってる積み立て兄さんのポーズ。いや、わかんない、やっぱり想像がつかないわ。というか、どうしてあいつ俺が積み立て兄さんしてること知ってんだよ。確かに有料物件なんだけど、問題はあるよ。まあ金もあって、そこそこのルックスで、今彼女いないってことは何かしらの欠点があるっていうのはもうお約束じゃん。だからびっくりはしないんだけど。お前よりは欠点ないわ。まあ一番は束縛がひどい。束縛なのか。僕はずっと二人でいるよって言ってるのに、部屋に閉じ込められたりしてさ。そういう時は彼の精神が安定するまでそばにいなきゃいけないし、まあ僕のこと好きすぎて自分をコントロールできないんだと思う。困ってさ。語弊がひどくて頭痛くなる。え、あだ名？あだ名か。おい、変なあだ名つけるんじゃねえぞ。じゃあ金づるで。もっと経営しろ。くそ、あいつからの無線が途絶えた。やっぱり逃げられたか。ああ、ともきさん、お疲れ様です。お前何スマホからかけてきてんだ、無線の意味は？すみません、ちょっと無線を華麗に落としちゃったんで、スマホから失礼します。なんだ華麗くって。まあいいや。で、状況は？いや、それがすごい切れてては？なんで切れたんだよ。いや、あなたが作ったウイルスのデータくださいって言ったらすごい切れてきて、クレーマーってこれだから怖いですよね。どこがクレーマーなんだよ、普通の人だよ。そんなこと言われたら切れるわ。ああ、ちょっと待ってください。え、何ですか？ああ、ああ、まさかその人の目の前で電話してるのか。ああ、もしもし、ともきさん、お待たせしました。なんかその人、なんでウイルスが欲しいのか、ハケとかプライベートに踏み込んでくるんですけど、怖くないですか？クレーム入れといてプライベートなこと聞くってバグってますよね。バグってねえよ、お前だよバグってんのは。でもちょっと交渉してみますね。どんな交渉だよ。ウイルスくれたら僕の手作りカレーを食べさせてあげますとか。そのカレー、さっき無線が入ったやつだろ。ともきさんの分もちゃんと作りましたから。ちょっとさっき転んじゃって、半分くらいにこぼしちゃいましたけど、美味しいですよ。隠し味はカレーのルーです。隠れてないんだよな、カレーのルーは。あと、そんなんでウイルスもらえるわけねえだろ。じゃあもうしょうがないですが、奥の手使いますか。なんだよ奥の手って。ともきさんの写真を見せて、この人と合コンできるって言いますか。ダメに決まってるだろ。それは僕だってこんなことしたくないですよ。でも、ともきさんの命がかかってるのに浮気動向を言ってる場合じゃないでしょう。そんな心配1ミリもしてないんだよ。
心配ですよ。合コンで監禁相手見つけてくる気でしょ。僕の生活はどうなるんですか。俺をその縁の犯罪者と一緒にするな。監禁してるんですから犯罪者でしょ。いやそうなんだけど、なんかお前に言われたくないんだよな。とにかくちょっとそれで交渉してみますから待っててください。おいおい、ちょっと大丈夫かな。ともきさん、すみません。会社クビになってウイルスの情報を手に入れられませんでした。いや、そりゃそうだろ。合コンでウイルスの情報を手に入れようとしたら。いえ、その作戦は成功してウイルス情報を USB にコピーしてもらってたんですが。そうなの？お前の会社バカばっかりなの？コピーしてる最中にカレー温めてたら会社の火災報知器が反応しちゃって、スプリンクラーで車内びちょびちょにした上にそのカレーをエレベーターにぶちまけたのがバレました。トラブル製造機にも程があるだろう。わかりました。トモキさん、こうなったらあの女を誘拐してここで拷問して情報を聞き出しましょう。そんなことできるわけないだろう。え？なんでですか？それが仕事でしょ？いや、俺女にはそういうことをしない主義だ。今回も男だと思ったから引き受けた。ああ、はいはい。なんだよその言い方。いやいや、素直じゃないなと思って。は？ああ、いいんですいいんです、気にしないでください。もう、しょうがない。僕を特別と思ってるともきさんのためなんで、あの女の PC の中身を抜いちゃいましょう。そんなことできるのか？できますよ。彼女の PC を偽の Wi-Fi ルーターに接続させればいいんです。そんなのできるのか？はい、皆さん結構引っかかりますよ。アクセスポイントの名前を一緒にして、彼女が使っているパスワードと同じパスワードをこちらにも設定すれば、みんな勘違いして入ってくれます。それなら結局彼女のパスワードが必要だろう。パスワードわかりますよ。そうなのか。どうやって？僕が作ったパスワード解析ツールかければすぐわかると思います。試しに、ともきさんの Wi-Fi のパスワード当ててみましょうか。マジか。あー、でも解析ツールにかける前に僕が自力でともきさんのパスワードを当てようかな。いや、余計なことしなくていいんだよ。まずは光る。ダメか。なんでお前の名前にすると思えるんだよ。光る、ともき、フォーエバー。ダメか。フォーエバー、光る、ともき。順番の問題じゃねえんだよな。あと順番変えるならまず俺とお前の名前を逆にしろ。あとなんかあるかな。ともき最強、 TOMOKISAIKYOU。 そんな小学生みたいなパスワードにするわけないだろ。あとな、最後の U いらないんだよ。そんな痛い設定にした上にローマ字書きにするな。グレートともき、 GREATETOMOKI。 間違ってる間違ってる、スペルが間違ってる。あ、ヒットした。はぁ、するわけないだろ。あ、いえ、並行でパスワード解析ツールにかけてたんですよ。ああ、ランダムパスワードですね。つまんないの。はぁ、で、本番はどうするんだ？彼女の Wi-Fi が届く範囲に行って解析ツールをかけないといけないんです。というわけで、初めて二人でお出かけですね。お前一人で行ってこいよ。なんでですか？僕が逃げたら一体どう責任取るつもりなんですか？もはやお前が逃げようが逃げまいが誰からも責任を求められない。ちょっと、もっとやる気出してください。僕はともきさんを救おうとしてるんですよ。あ、そうだ、せっかくなんで家を別々に出て待ち合わせしますか？なんでだよ。同棲してるとちょっとお互い慣れすぎちゃうっていうのもあるので、こういう新鮮なことするとお互いの関係にいいらしいですよ。もうだんだん疲れてきた、お前と話すの。じゃあどうしましょう。2時間後に新大久保で待ち合わせにしますか？ああ。でもちょっと不安ですよね。何がだよ。2時間も離れるの。だって僕たち同棲してから片時も離れたことないじゃないですか。この前お前が会社に行った時離れてただろう。あの時はともきさんが家にいたから安心でしたけど、今度はともきさんも外に出るんでしょう。そりゃそうだろう。不安だな。だってどうします？道で突然逆感されたら。なんだ逆感って。
逆に監禁されるってことか。この俺がありえないだろう。違いますよ。道端で監禁してもらえますかって突然声をかけられることですよ。そんなことあるわけないだろう。監禁されるより監禁してほしいってオファーを受ける方が数倍怖いわ。そんな言い方してくるわけないでしょ。すみません、私今家出してて。よかったら私のこと監禁してくれますかみたいな感じで言ってくるはずです。言い方の問題じゃないんだよ。本当ですね。その人がどんなに可愛い人でも限らないでくださいよ。新しい言葉をどんどん生み出すな。心配だな。ちょっと調べよう。浮気防止、なるほどね。オッケーオッケー、わかりました。何がわかったんだよ。ともきさん、一発やっときましょう。何をだよ。拷問ですよ。誰に？僕にですよ、僕に。何考えてるんですか、不潔浮気者。僕以外に拷問しようという選択肢がある時点でダメです。やっぱりともきさんは信用できないです。逆感されたら絶対ついていっちゃいます。だからってなんでお前に拷問するってことになるんだよ。ネットにあった浮気を防止する方法として、浮気されそうなシチュエーションの時はそこに行く前に相手をヘトヘトに疲れさせるって方法なんです。はあ。だから事前に僕を拷問してヘトヘトになっていれば、外に出て監禁したいなんて思わないでしょ。そもそも思わないんだよ。仕事だからしょうがなくやってるだけなんだよこっちは。え？そうなんですか。僕てっきりやりたくてやってるのかと思ってました。じゃあともきさんはやりたくないことを仕事にしてるんですか。まあそう言われればそうだな。それは良くないんじゃないですか。自分がしたいことを仕事にした方が絶対いいですよ。人生で仕事してる時間って何時間あるか知ってますか。好きなことで生きていくって有名な言葉があるでしょう。やめろやめろ、説教始めようとするな。お前からされるのは嫌だ。あ、でもあれか、今さら普通の職になんかつけないですよね。まともなスキルもないし。お前にだけは言われたくないわと思ったけど、お前結構 IT スキルあったな。じゃあやっぱり今の仕事を好きになるのが簡単だと思うんですよね。やってる間に好きになるってこともあるでしょうし。よし、じゃあとりあえず僕に手錠をするところから始めましょう。やめろマジで、俺はもうお前にそういうことする気は失せてんだよ。どうしてですか。もしかしてもう家族になったから GM 相手には見れないってことですか。いつ家族になった。そんなのひどいですよ。早く僕に手錠して僕を拘束してください。うるせえ。てか外に出て俺が他の奴を監禁しなかったらそれで済むんだろう。しねえから、うざがらみしてくんな。しないんですね。絶対しないんですね。しねえよ。じゃあ証拠としてこことここに直筆サインお願いします。あ、これは養子縁組の書類だろうが、しつこい。あいつ遅いな。ともきさん、あ、すみません、ちょっと遅れちゃって。早いですね、もう楽しみにしすぎですよ。お前が時間通りに来いって言ったんだろ。どうしますか、とりあえずホットク食べますか。は？いや、やっぱり犯罪の前には甘いもの決めとかないと。彼女の家はすぐ近くなんで。え、ちょっと待ってください。なんだ、びっくりするな。ちょ、いちご飴ありますよ、いちご飴。そんなテンション高くなるところか。うおー、 YouTube で見てずっと食べたかったんですよ。夢じゃないですよね。行きましょう、ともきさん。やめろそのテンション、恥ずかしい。店員さん、すいません、これ本物のいちご飴ですか。本物もクソもないだろう。すみません店員さん、こいつバカなんです、気にしないでください。やっぱりそうですよね、本物ですよね。すいません店員さん、握手してもらっていいですか。テンションどうした。あの、もしよかったらサインも。あ、今色紙持ってないので。そうだ、このパソコンにお願いします。おい、やめろ、それ俺のパソコンだぞ。何言ってるんですか、いちご飴を売ってる屋台の人のサインですよ。それはつまり知らないおっさんの落書きだろうが。すみません。
みません。店員さん、ありがとうございました。失礼します。おい、いちご飴買わないのか？おう、はい、別に食べたくはないんで。店員さん、すみません、いちご飴一つください。素敵な監禁生活。ともきさんっていちご飴好きなんですね。意外だな、可愛いですね。あんなテンションで店員に話しかけて飴買わないって俺には耐えられないんだよ。次どこに行きますか？トゥンカロン買いに行きますか？トゥンカロン。あ、もうそういうのいいから、彼女の家に早く行くぞ。つまらないな。じゃあ、あの店を曲がって。ちょっと、何見てるんですか？は？何がだよ。今すれ違った女見てたでしょ。見てねえよ。いいや、見てました。もしかして元カノですか？本当に油断も隙もない。ちげえよ。いいや、そうに決まってます。何する気だ？あの女のスマホをハッキングして住所を特定して、着払いで田舎で拾った石を50個送りつけます。おい、やめろ。どんな嫌がらせだ。関係ない人を巻き込むな。ともきさんだって関係ない僕をさらって監禁してたじゃないですか。いや、まあそうなんだけど、俺、お前の道徳心のなさに俺の道徳心が向上するという未知なる体験を今してるから。はぁ、あ、辛いな。同棲してるのに僕ばっかりともきさんのこと考えてて、僕ともきさんと一緒にいるだけで一人じゃないって思えるのに。そりゃそうだろ、二人でいるんだから一人じゃないだろ、どう考えても。ほら、着いたぞ。とっととパスワードの解読をしろ。はぁ、あ、じゃあ解析ツールにかけますね。はい、できました。あとは待つだけですね。そうか。うん、暇ですね、ともきさん。そうだな。よく考えたら、ともきさんのことを僕よく知らないんですが、ともきさんって趣味とかあるんですか？趣味か。映画鑑賞とか趣味かな。え？ちょっと、何考えてるんですか、こんなところで。は？何がだよ。何って、もう信じられないですよ。デリカシーないんですか？デリカシーって、映画鑑賞って言ってるだけだ。ちょっと、収益化できなくなりますよ、そんなこと連発して。おい、映画鑑賞がエロい趣味みたいな扱いするな。え？映画って基本エロいですよね。そんなわけあるか。お前、特定の映画しか見てないだろ。映画っていうのはな、感動したり勇気を得られたり、時には人生の教訓を学んだりできるんだぞ、映画は。ちょってわざとやってますか？は？僕が映画という言葉に弱いこと知ってて、わざとやってますか？映画って言葉に弱いとかある？ああ、本当に、もう、これ以上はやめてください。なんで言葉詰めみたいになってんだよ、気持ち悪いな。お、パスワードわかりましたよ。 ROMANHOLIDAY。 何ですか、これ？おお、これも映画だよ、ローマの休日。ああ、なんか題名だけは聞いたことがありますね。どんな話なんですか？王女と新聞記者が一日の恋をする話。最後はどうなるんですか？最後はそれぞれの生活に戻らないといけないから、お互いの関係を秘密にしたまま別れるよ。なんか寂しくないですか？まあな。でも最後、王女が言うんだ。私はこの街の思い出を生涯懐かしむでしょって。それのどこがいいんですか？いいだろう。身分が違いすぎて物理的に二人は一緒にはなれない。でも記憶は消えない。それにしても、彼女のパソコン大した情報はないですね。そうなのか。はい。てか、そもそもどのウイルスを探してるんですか？この前インフラを停止させたランサムウェアがあるだろう。あれだ。ウイルスそのものというよりは、それを作ったやつを特定できそうな情報だけでもいいんだ。ああ、っていうかそれ僕ですね。は？嘘つけ。いや、本当です。僕が作ったウイルスならすぐお渡しできますが。どうでした？お前の言う通りだった。
お前の作ったウイルス、俺を雇った組織が欲しがってたウイルスだった。よかったじゃないですか。これで友樹さんの身の安全は保証されましたね。ああ、お前を誘拐したのは間違いじゃなかったな。でしょう？でもこれで僕の役割はおしまいですかね。ああ。なら、僕帰ります。そうなのか。素直だな。あれ？あれですか？もしかして寂しいとか思っちゃった感じですか？もしかして！そんなわけないだろ。でも、僕その前に職見つけないといけないんですよね。前の会社クビになっちゃったし。おお、そんなまともな考えがあるのか。あ、そろそろリモートで面接が始まる時間です。邪魔しないでくださいね。おう。はい。はい、はじめまして。すいません、ちょっと暗くて。え？ああ、これですか？これは、あれですね。鉄の少女ですかね。はいはい。あ、なんか高いらしいです。ん？これですか？これは普通に手錠ですね。いろいろ種類があって、僕的にはこのギザギザ、あれ？あれ？俺電波悪いのかな？あれ？すいません！なんか切れちゃったんですけど、電波悪いんですかね？ああ、リモートする部屋が悪いな。僕の部屋がですか？お前の部屋じゃねえよ。僕の部屋のどこが悪いんですか？拷問道具があるからだろうな。人種、性別、趣向、価値観などの多様性を受け入れ、人材が持つ可能性を十分に発揮させることが重要な昨今。そんなことで人を落とすなんて。そんな会社、こっちから願い下げですよ。お前みたいなうざいやつを落として正解だな。いいから背景をバーチャル背景にしろ。なんか負けた気がするな。無駄に生きるヤンキーみたいなこと言うな。就職することを優先に考えろ。わかりました。行ってきます。はい、本田光と申します。え？ああ、この背景ですか？僕のペットです。可愛いでしょ？僕のことすっごい好きみたいで。ペットのくせに僕のことを監禁しようとしてきたりして。あれ？あれ？おーい！おい！おーい！ともきさん、また切れちゃいました。お前まさかとは思うが背景を俺の写真にしてなかったが。はい。え？まさかそれが悪かったんですか？え、ともきさんって拷問道具と同じくらい卑猥ってことですか？そうじゃねえよ。問題は俺じゃなくてお前のペットって発言だろ。そうですか？ちょっとしたジョークですよ。光るジョーク。いや、そういうジョークを言うやつを採用したくはないだろ。だとしても、たった一回のミスでそうやって切り捨てる会社にいい会社はないですよね。ふん、次の会社の面接行きます。しかしお前すごいな。そんなたくさん面接入ったのか。僕、結構いい資格持ってるんで、高スペックな紐なんで。紐に高スペックはねえよ。ああ、そろそろ次の面接です。次は邪魔しないでくださいよ。なあ、俺がいつ邪魔したんだよ。ちゃんと背景変えろよ。わかってますよ。はい、はじめまして、本田光と申します。はい、志望動機ですか？今度はちゃんと志望動機まで行ったな。御社のロゴの最後のカーブの部分が僕のセクシーな腰のラインのカーブと完全一致したので、ご縁を感じて応募させていただきました。どうですか？採用ですか？そんなわけねえだろ。そうですか、まだ決め手にかけますか。あ、今までで一番の挫折ですか？はい、大学生の時にリーダーをしたことがあります。そこではおおよそ100人以上をまとめていました。しかし副リーダーと揉めてしまい、組織が解体しかかったことが一番の挫折です。でもその挫折を乗り越え、無事ミッションをやり遂げることができました。そんなことあったのか。あいつ地味にすごいな。ああ、はい、やってたのは過激派サイバーテロ組織のリーダーです。ダメだろ。どうですか？採用ですか？ダメだろ。まだですか？いや、むしろまだ話聞いてくれる面接の人優しいな。はい。あ、プログラマーになった理由ですか？あは、グラマーな女性に憧れてたからですね。は？あ、いや、グラマーって単語があるじゃないですか。魅力的な女性って意味で。
で、プロのグラマーなんで、マジで世界最高峰のグラマーな女性の集まりと思ってたんですよね。プログラマーを。で、そういう中に男一人で入ったらめっちゃモテるんじゃないかと思って目指しましたね。やばいやばいと思ってたけど、今まで聞いた発言の中で一番やべえな。おい、もちろんそうじゃないってことに途中で気づきましたよ。組織のリーダーを辞めたのもそれが原因です。ずいぶん長い間気づかなかったな。採用ですか？そんなわけねえだろ。あ、はい、また連絡していただけるんですね。わかりました。はい、はい、ありがとうございました。ともきさん、今回はうまくいったみたいです。言ってねえよ。はあ、どうしたんだ？お祈りメール来ちゃいました。でしょうね。全滅です。どうしましょう。おい。はい。俺はこれを機に仕事の方向性を少し変えようと思う。お前も手伝わないか？え？それって僕を雇いたいってことですか？ま、そういうことになるな。え？愛人としてですか？プログラマーとしてだよ、ボケ。え、だるい。それって働かなきゃいけないじゃないですか。働きたいんじゃなかったのか？でも、なんか結局は僕がともきさんの駒使いみたいな感じになりそうな未来が見えるんですけど。だっていっつも政府機関の仕事があるわけじゃないでしょ。まあそうだな。ご飯用意しろとかお風呂用意しろとかそういうことも言ってきそうじゃないですか。だからなんか僕とともきさんの立場逆転しそうで。確かに俺お前の風呂用意したり食事用意してたな。でしょ。今さらこの関係崩したくないじゃないですか。いや、ますますお前を働かせたくなった。怖い。せめて家事とかは半々にしましょうよ。まあそのくらいなら譲歩してやる。じゃあまずは玄関掃除から役割分担していきましょう。玄関のタイル見てきますね。なんで見てくるって？見てきました。タイル全部で79枚でした。2で割り切れなかったんですけど、どうしましょうか。なあ、お前どんだけ細かくしようとしてるんだよ。適当でいいんだよ。あ、そうですか。じゃあ僕が扉側の10枚で、ともきさんが他の69枚でいいですか？いいわけねえだろ。さっきまで適当でいいとか言ってたのに。確実に自分が得するように割り振ってるあたり絶対に適当ではない。じゃあ次は廊下ですね。フローリングの板数えてくるんでちょっと待っててください。やめろ、そんな細かくするな、めんどくさい。あ、食事の用意はどうしますか？ああ、食事な。こうしませんか。僕がうなぎと枝豆の煮こごりの係で、ともきさんはその他の担当っていうのは。なんだそれ、明らかにお前が楽だろ。楽じゃないですよ。めちゃくちゃ手がかかりますよ、うなぎと枝豆の煮こごり。そうだけど、そんな頻繁に食べるもんでもねえだろそれ。じゃあ感謝おしゃーれんも担当します。なんて？感謝おしゃーれん、中国の四川料理ですよ。これも作るの大変なんですからね。もう料理で分けるな、曜日で分けろ。でも1週間って7日間なんで、2で割り切れないから不公平になりますよ。お前の分け方の方が不公平なんだよ。あと洗濯もありますよね。なんだかんだで畳むのが面倒なんですよね。まあそうだな。どうしますか？ともきさんどっちがいいですか？上ですか下ですか？どういう意味だ？洗濯物畳むとき、上側畳みますか？下側畳みますか？だからそんな風に家事を分けるやつはいないんだよ。でも畳むっていう一番面倒な作業誰がするんですか？それなら俺が畳むからお前が洗って干せ。なんか僕の方がちょっと分量多くないですか？はあ、いい加減にしろよ。でも、ともきさん、よく考えたら僕たち仕事のパートナーとしてはうまくいかないかもしれません。なんでだよ。だって住む世界が違いすぎるじゃないですか。僕は一般人、ともきさんはダークサイド。なんかお前の方がダークサイドって感じするけど、でもお前はそれでいいのか？はい。そうか。
でも最後に一つだけお願いを聞いてもらえませんか。ひねずみの皮衣ももらえませんか。は？ツバメの小屋住まいでもいいです。かぐや姫？てかお前出ていく気ないだろ。なんでですか？その宝物はかぐや姫がアンに結婚を断るために使ったやつだろ。この世に存在しないやつ。え？ともきさん、僕にプロポーズしてたんですか？してねえよ。え？でも今結婚がどうって。そうじゃなくてまあこんな冗談言えるのもこれが最後ですね。もあ、せっかくなんでローマの休日とやらを見ましょうよ。お菓子も買ってきたんで。そうだな。頭痛いな。昨日は飲みすぎた。おいおい、どこにいるんだ。あ、手紙。ともきさんに直接さよならという自信がないので手紙で伝えます。実はともきさんに誘拐してもらった時、僕はもう人生を諦めようとしていました。人と少しずれていて社会に馴染めなかったのです。でもともきさんに拾ってもらって、寝るところをもらって、食べ物を食べさせてもらい、お風呂にまで入れてもらって、本当によくしてもらって、また頑張ろうという気持ちになれました。僕でも必要としてくれる人がこの世にいるんだってことが本当に本当に嬉しかったです。最後はともきさんの相棒っぽいこともできて、役に立てて、少しは恩返しできたんじゃないかって、また頑張ろうって気持ちが湧いてきました。だから昨日の夜まではやっぱりともきさんとこのまま相棒としてそばにいた方がいいんじゃないかって思ったりもしました。でもともきさんとローマの休日を見て思ったんです。住む世界が違う僕たちが無理に一緒に居続けるよりも、この楽しかった思い出を胸にお互い自分の道を歩むのがいいって。僕はこの部屋での思い出を生涯懐かしんで生きていきます。できればともきさんもたまには思い出してほしいな。体には十分に気をつけてお過ごしください。あいつの荷物片付けないとな。あ、そうそう、今度マジ遊びに来て。うん、サウナもあるし。そうそう、僕が作ったんだ。あのね、砂風呂も作ろうと思って。紐だから暇なんだよね。おい。あ、僕の ATM が来た。またかけ直すね。ともきさん、気持ちよさそうに寝てたんで起こしませんでした。大丈夫でしたか？お前何してんだ。え、友達と電話ですけど。じゃなくてお前出て行ったんじゃないの。いいえ、なんでですか？だってこの手紙に相棒はやめると。いや、相棒はやめますけど、相棒の前に僕、ともきさんの扶養家族じゃないですか。だから相棒はやめて扶養家族に戻るって意味ですよ。はぁ？僕の発言と僕の手紙をよく思い出してください。一言でも出ていくって書いてました？確かにな。書いてないな。今まで見てくれてありがとうな。高評価、チャンネル登録よろしくな。